パリーゼフットボールファナティック、サッカーに熱く迫る5分間です。まずはこの1週間のフットボールニュースをチェック。改めてお伝えしましょう。 2014FIFA ワールドカップブラジルファイナル、ドイツ対アルゼンチン0対0のまま延長に突入。後半ですよね、延長の後半8分、途中出場ドイツのゲッツェがゲッツェゴール、決勝点優勝ドイツです。ジョン・カビラ、カビラ J と自宅で観戦してました。本人に確認してもらっても結構ですけれども、 J、 ゲッツェが多分取ってくれたんですよ、ゲッツェが。いやー、アルゼンチンメッシね、一瞬のきらめきありましたけれども、本当にディフェンスしませんよね。代わりのって言っちゃいけませんけど、マスチェラーノすごい。でもドイツ途中出場のシュールレの折り返し、途中出場のゲッツェがゲッツェですよね。層がどんだけ厚いんですか。ドイツの優勝は西ドイツで優勝して以来ですから、統一ドイツとしては初のこと。6大会ぶり4回目です。南米開催ワールドカップでヨーロッパ勢優勝したのは初めて。3位決定戦はオランダがブラジルを3対0で破り3位に入りました。ブラジルは2試合で10失点、オーマイですよね。大会最優秀選手リオネル・メッシって皆さんどうですかね。いろいろありますけれども、最優秀ゴールキーパードイツのノイア、これは皆さんもろ手を挙げるでしょう。ヤングプレイヤー賞はフランスのポグバ、大会得点王は6ゴールズ、コロンビアのハメス・ロドリゲス、決まりでしょうね。これも誰も何も言えません。本当によくやってくれました。ワールドカップ次の大会は4年後ロシアでの開催です。ウルグアイ代表のルイス・スワレスです。イングランド・リバプールからスペイン・バルセロナ移籍発表です。しかしスワレス試合中ね、ワールドカップイタリアのキエリーに噛みつき、4ヶ月間の活動停止処分を受けています。当面チームの練習には参加できない。というよりも、実際この4ヶ月の活動停止がどういうものなのかっていうのがあまり明快じゃないらしいですね。なんか会見もクラブハウスで開けないっていう見方もあれば、いやそこまでいかないんじゃないのっていう見方もありますしね。どうなるんだろう。しかしスワレスが出場できるようになって、ネイマールも怪我から帰ってくる。バルセロナ、ネイマール、メッシ、スワレス、どうなるんですかこれは。アルヘンティナ、ブラジル、ウルグアイ、エースが並ぶわけです。どうなるの、強烈。その他チェルシー、アトレティコ・マドリードからスペイン代表ジエゴ・コスタ、ワールドカップではアーセナルはバルセロナからチリ代表アレクス・サンチェス、これはドイツ代表トニ・クローズ、バイエルン・ミュンヘンからレアル・マドリード行くんですよね。クロアチア代表のマリオ・マンジュケッチ、バイエルン・ミュンヘンからアトレティコ・マドリード移籍です。国際サッカー連盟 FIFA 最新ランキング発表です。日本代表前回から一つ上げて、上げるの、45位です。イランに代わってアジアの最上位、どうなのこれね。1位はドイツです、そりゃそうだ。アルゼンチンが2位、3位オランダ、4位コロンビア、ブラジルは4つ下げて7位、首位だったスペインはどこに行ったの、8位です。 J リー J1 第15節明日開催ですよ。首位浦和、ホームで新潟です。2位鳥栖は、アウェーで4位の神戸と、 FC 東京は鹿島、大宮、広島です。柏は仙台、名古屋は徳島、ガンバ大阪は甲府です。セレッソ大阪はマリノスとの対戦ということになります。フォルラン戻ってくるんですかね、強行出場ありなのか。さあもう一試合はこのマッチです。 J リー J1 第15節清水エスパルス対川崎フロンターレ。日本のサッカーを強くするためにはやっぱり国内リーグが盛り上がらないと、いや盛り上げないと、みんなで。この番組これからも J リーグ分厚くアシストさせていただきます。すでに火曜日2試合が行われました。 J1 再開してますよ。フロンターレセレッソを2対1で下して現在3位まで来てますね。清水、この試合でリーグ戦再開となるんですけれども、10位なんですよね。どこまで盛り返せるのか。清水エスパルス対川崎フロンターレ、試合の行方を大胆妄想バーチャル実況。舞台は清水のホームです。 IAI スタジアム日本平です。さあ清水、高木義明ボールを持った。お父さんは元プロ野球選手の高木豊さんですよね。ちなみにお兄さんも同じエスパルスに在籍してますよ。高木からムサカにパス。こちらのお父さんは俳優のムサカ直政さんです。ムサカ前線に送る、受けたのはスロベニア代表ノバコビッチ。ノバコビッチにディフェンスが集まる。ノバコビッチフリーになっている男にパス、飛び込むのは背番号10、大前元気、大前シュート、川崎。23歳になったばかりの谷口にボールが入りました。
ちなみに中村健吾選手のブログに上半身の、はい、ロッカールームですかね、写真が出てるんですけれども、画像筋肉すごいですね、絞れてるね、すごいぞ。谷口から速いパスが出た、受けたのは背番号14の中村健吾。ワールドカップ、ね、代表に選ばれず悔しかったですよね。悔しさを晴らすかのようにキレキレだ。あ、とあるデータ分析なんですけれども、決定的な攻撃パターンを成功させるパス成功率、 J リーグで中村健吾選手トップなんですよね。なのにザックさん、健吾縦にパスを通す、受けたのはブラジル出身背番号10のレナト。ブラジル敗戦のショック切れたらしいですよ。レナト猛烈に突っ込む男にパス、ボールをもらったのは大久保嘉人。ただいま J1 得点王、ブラジルで決められなかった分も決めるのか、大久保シュート、どうだ。J リーグ J1 第15節、清水エスパルス対川崎フロンターレ、清水のホーム IAI スタジアム日本平で明日午後6時キックオフ予定です。